こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、大人が今買うべき最旬スニーカー5000というテーマでお届けをしたいなと思っています。まあ僕自身スニーカーが大好きで、1週間のうちほぼですね6日から7日スニーカーを履いてるわけなんですが、最近ではスニーカーブームが終焉を迎えつつあるみたいな記事もですね、いろんなメディアで発信されているんですね。まあ確かに以前に比べるとスニーカーの勢いはちょっと落ち着いてきてるかなとは思うんですが、ただですね、僕たち大人世代が履き慣れたスニーカーからまた革靴に改めて回帰するという流れが強くなるかというと、僕はそうでもないんじゃないのかなと思っています。もちろんおしゃれが好きな方だとやっぱりスニーカーブームの反動でその逆の革靴に行くこともあるんですが、まあ一般的な男性が履く靴としてやっぱりですね、履き心地の良さ、ここはですね欠かせない項目だと思うので、なかなかですね慣れきったスニーカーから革靴に一気に方向転換するってことは僕はあまりないのかなと思っています。まあそんな中で大人が履くべきスニーカーというのは、まあ様々なバリエーション今でもたくさんありますので、今回は厳選して今すぐ買えるものということで5つ皆さんにご紹介していきたいなと思っていますので、よかったら参考にしていただきたいなと思っています。まあそれぞれテイストも全く異なるんですね。割とベーシックな雰囲気のものから別注のもの、またはちょっとハイテク系のスニーカーまで揃えていますので、まあこの中でもうすでに持ってるようなものもあると思いますし、ちょっと今までトライしたことがないものもあるかなと思うので、そういったものを足せば結構十分ぐらいですねスニーカーを楽しんでいただけるかなと思いますし、まあどのスニーカーにしてもですね、僕は普段皆さんにお伝えしているような大人のベーシックとトレンドをですねうまくミックスしたスタイルにバチンとハマるようなものが多いかなと思うので、よかったら参考にしていただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの今日もですねなるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いします。それでは早速行ってましょう。はい、ということでここから具体的に今皆さんにですねおすすめしたい最新スニーカーを一足ずつご紹介したいなと思ってるんですが、まずですね一つ目はこちらですね。サイとコンバースがコラボレーションして作っているジャックパーセルになります。これはですね僕もユナイテッドアローズで実物を見たんですが、すごくかっこよかったんですね。まあサイというブランドというのは知ってる方そんなに多くはないかなと思うんですが、おしゃれが好きな男性であれば一度は名前を聞いたことがあるかなと思います。本格的な服作りに定評があって、英国の服作りですね、ここをベースにしながら現代的に解釈をしたデザインの服が非常に多くてですね、洋服が好きな方の中でもファンがすごく多いブランドなんですが、そんなサイとコンバースですね、この2社がコラボレーションして作ったのがまさにこちらのジャックパーセルなんですね。まあ最近ですねコンバースの人気がじわりじわりとまた高まっていまして、僕の動画の中ではオールスタークップこのあたりをご紹介することが多いんですが、まあ結構クラシカルなオールスターだとかジャックパーセルだとかこのあたりもですね再注目されているのが最近の流れとしてはあるんですね。その中でこちらはサイとコンバースがタッグを組んで作ったスニーカーということで、派手さはないんですけどもなかなか仕上がりが良くて僕もこれは欲しいなと思っています。まずベースのデザインなんですがジャックパーセルということで、いわゆる僕たちが想像するような本当に普通のベーシックなデザインではあるんですが、素材使いですねここはちょっと変わっていまして、アッパー部分にテリークロスというものを使ってるんですね。まあ、表面にちょっとこう起毛感というか凹凸感がありまして、つるっとした感じではなくて少し風合いが出るようなそんな質感になってるんですね。色はブラックなんだけど単調になりすぎないような素材感が非常にバランスがいいなと思いました。そしてそこに対してホワイトのステッチがうまく効いていて、まあ、クラシックな雰囲気がちゃんと漂いつつもどこか素材使いに面白みがあって単調になりすぎないというところがなかなかバランスがいいなと思いました。ブラック系のスニーカーって結構重たくなりすぎるという印象があるんですが、こちらのジャックパーセルはソール部分ですね、ここがホワイトでつま先部分もホワイトなので割とですね重たくなりすぎないんですね。なのでブラック系のパンツと合わせても単調になりすぎないですし、ホワイト系のパンツからオリーブ系のパンツ様々な着こなしにバチンとはまるので、これめちゃくちゃいいかなと思います。価格は通常のジャックパーセルよりはちょっと上がって 19,800円という形で安くはないんですが、まあサイというブランドとのコラボレーションを考えると決して高くはない価格設定かなと思います。でぜひ皆さんにも見ていただきたいんですけど、ユナイテッドアローズのですねサイトを見ていただくと
スタッフの方がですね、着用している事例が載ってたりするんですね。僕はこの事例をすごくよく見ているんですね。おしゃれが好きなショップスタッフの方がどのように使っているのかをよく見るわけなんですが、このですね、ジャックパーセルを使った着こなしの事例なんですが、ものすごく量があるんですよ。これどういうことかというと、おしゃれが好きな方にとってすごくマスターピースになるような、そんなスニーカーという意味を持っているので、これは持っておいて、まず損がないスニーカーかなと思います。ホワイト系のスニーカーを持っていて、ちょっとブラック系で引き締めたい方は、ぜひこちらのスニーカーチェックしていただきたいなと思っています。はい、続いて2点目のスニーカーなんですが、僕のチャンネルの中でもですね、定番的な位置づけになっているニューバランスのですね、2002R ゴアテックス J というモデルですね。まあこちらになります。これなかなかバランスのいい仕上がりになっているので、まあぜひ皆さんにもご紹介できればなと思っています。まあニューバランスのスニーカーって、まあ僕の動画の中でもよく語っていますが、定番的なところ、一番最初にトライすべきなところで言うと、CM996 みたいな本当にシンプルで買いやすい価格帯のものですね。このあたりがいいかなと思うんですけど、結構街で履いてる方も多くてですね、被る機会も多いかなと思うんですね。まあそんな時にちょっと違いを出すという意味では、2002R が使い勝手がいいなと思うんですね。価格もまあ990番台よりは落ち着いているんですね。まあまさにこれが990番台の992ってやつなんですけど、今度買うと3万円以上するので、結構安くないんですね。まあそれよりは価格帯は抑えめなんだけども、まあデザイン的には996に比べると少しですね、ニューバランス特有のごちゃごちゃ感もあって、クロート感もあるので、まあ、すごく使いやすいのが 2002R だと思ってるんですね。まあ、そんな中で、まあ、今回ご紹介したいのはこちらのゴアテックスモデルなんですね。通常の 2002R よりもちょっと値段は上がるんですが、このゴアテックスモデルは、まずですね、色がいいんですね。まあ、2002R もですね、本当にカラバリが豊富で、その時々でどういった色がゲットできるのかが全然変わってくるんですけども、意外とですね、ど真ん中のニューバランスカラーって出てこないんですよ。まあ、例えば僕が今持っているここの992というのもまさにど真ん中のニューバランスカラーだと思います。まあ、ミディアムグレーぐらいの色合いですね。まあ、メッシュ部分とですね、ヌバックの部分で色合いが微妙に変わってきたりだとか、まあ、濃いグレーとかも使われていたりだとか、このようなニューバランスの定番的なカラーが 2002R なかなか少ない中で、ドンズバでこれはですね、おすすめしたいカラーが出てきたなというところで、今回こちらを取り上げてみました。また今回はゴアテックスモデルということで、僕自身もゴアテックスモデル一つ持ってるんですよ。全く同じく 2002R のゴアテックスモデルなんですが、もっと色合いは濃いんですね。これはこれでめちゃくちゃかっこいいんですけども、季節で言うと秋冬には合うんですが、ちょっと春夏だと重たいんですね。そういった意味では、ど真ん中のニューバランスカラーですね。こちらの 2002R ゴアテックスの方が断然使いやすいかなと思います。で、雨降っても大丈夫だし、あとは去年はですね、今時期に北海道に旅行に行ったんですけども、ゴアテックスで雪が降ってでも問題なくですね、活用することができて、そんなに滑らなかったんですよ。もうちょっとツルツルと滑るかなと思ったんですが、そういった点でも安心ができたので、まあ非常に使い勝手のいい一足になってくるかなと思います。価格は決して安くはなくて、26,400 円ということで、990番台よりは安いんだけども、決してこう安すぎることはないので、要検討かなと思うんですが、デザイン的にも色合い的にもかなり王道のところをついてるので長く使えるような一足かなと思います。まあゴアテックスの方がやっぱり雨にも強かったりするので、それだけ耐久性の部分でも差が出てくるかなと思うので、まあ一足ちゃんとしたニューバランスを買うのであれば、これ間違いのない選択かなと思うので、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思っています。はい、続いて3点目のですね、おすすめしたいスニーカーなんですが、こちらですね、リプロダクションオブファウンド別注ジャーマントレーナーですね。これはエディフィス別注版となるスニーカーなんですが、これなかなかバランスのいい仕上がりなので、まあ、ぜひ皆さんにもご紹介したいなと思います。僕のチャンネルの中ではジャーマントレーナーって本当に何度も何度も皆さんにご紹介してるかなと思います。買いやすいところで言うと、グリーンレーベルのですね、ジャーマントレーナーがあったりだとか、アディダスのですね、BW アーミーだとか、このあたりもあります。で、もうちょっと価格帯を上げて、こだわりのジャーマントレーナーを買いたいなと思った時には、やっぱりですね、このリプロダクションファウンドというブランドが出てくるわけなんですが、まあより本格的で、ファッションが好きな方にとってもですね、気分の上がる一足に仕上がっているので、個人的にもすごく注目している一足ではあるんですが、ただ通常版はソール部分の色がですね、もうちょっとこうブラウンがかっていて、カジュアルな雰囲気になるんですね。まあジャーマントレーナーというと、やはりこの雰囲気が王道ではあるんですが、個人的には、ちょっと綺麗めにジャーマントレーナーを履きたいなという気分
分の時もあるんですね。例えばジャケットだとかセットアップに合わせるスニーカーをジャーマントレーナーにするときに、ソールまでホワイトだとかなりクリーンな印象になるので、個人的にはこのようなものも一足持っておきたいなと思ってまして、僕も愛用しているのがこちらなんですね。メゾンマルジェラのですね、ジャーマントレーナー、これもう6、7年ぐらい履いているので、さすがにくたびれてきましたね。今見てまあそろそろ厳しいかなと思っているので、まあクリーニングに出すのか新調するのか今ちょっと悩んでるところなんですが、まあその際にですね、ちょっと候補としてあげたいのがまさにこちらのスニーカーかなと思います。まあソール部分がホワイトでよりクリーンな見た目になっていて、別注のポイントとしてはそこまでですねごちゃごちゃしてないんですね。あえて最小限の別注ポイントにすることでクリーンで使いやすいような大人向けのスニーカーに仕上げてるんですね。これは持っといてまず損がないなというふうに個人的には感じてるんですね。でこれ面白いのが内側にエラがついていてフィット感が高いんですよ。なので靴紐を外してスリッポンみたいな形で履くこともできるので、見え方に工夫を凝らすこともできたりするので、なかなかいいバランスなんじゃないのかなと思います。まあ、すでにジャーマントレーナー持ってるんだけども、もうちょっとこだわりの一足に変えたい、だけどもマルジェラのジャーマンは高すぎてなかなか買いづらいんですよ。僕も同じものをもう一回買うかというと、買った時よりもちょっと値上がりしてるのでさすがにしんどいなと思うところがあって、まあ、そんな時にですね、こちらのリプロダクションファンドの別注版は非常に使いやすいですし、同じような路線で仕上げてあるので皆さんにもおすすめできる一足かなと思うので、ぜひチェックしていただきたいなと思っています。はい、続いて4点目のスニーカーなんですが、こちらですね、ホカオネオネのマファテスピード2ですね。まあこれまでご紹介してきたスニーカーの中では最もですね、インパクトが強いようなちょっとボリューミーなスニーカーの一つかなと思います。大人の履くスニーカーとしてはやっぱりベーシックで使いやすいようなプレーンなものが好まれるかなと思うんですが、その流れの中でちょっと異質なのがニューバランスだと思うんですね。ちょっとゴテゴテとしたデザインでクラシックな雰囲気なので、着こなしの中でちょっとしたアクセントだとか癖付けとしてニューバランスって使いやすいかなと思うんですね。ただまあニューバランスも最近は結構街で履いてる方も見かけるようになりましたし、ちょっと雰囲気変えたいなという時の割とボリューム感のあるスニーカーとしては、ホカオネオネだとか、あとはサロモンですね。このあたりのトレイルランとかを意識したようなシューズというのはすごく使いやすいかなと思うんですね。意外とこうボリューム感があってゴテゴテとしてるんだけども、色合いがシャープだったりだとかデザインがかなりですね洗練されてるので、履いてみるとややモード感が漂うというのが結構不思議な感覚なんですけども、ホカだとかサロモンって結構ですねシャープな着こなしにはまりやすいんですよね。僕もホカオネオネは何足か所有していまして、好きなブランドの一つなんですが、ちょっとテック感のあるようなシャカシャカ系素材のですねロング丈のコートですね、テアトラのコートだとか、あとはセットアップでもちょっと緩めのセットアップですね、前にご紹介したビューティー&ユースの360度マスターですね、ああいった少し緩めのシルエットのセットアップの足元にこのようなホカオネオネのですねマファテスピード2なんかはすごく相性がいいかなと思うんですね。ブラックをベースにしているんですけども、グレーが使われていたりだとか、あとはロゴの部分にちょっとしたイエローが差し込んだりだとか、結構メリハリが効いてるんですね。このあたりも含めて単調になりすぎないのとボリューム感があるということで、着こなしのいいアクセントになるということでは、すごくこれ使いやすいかなと思います。他にもいろんなですねスニーカーあるんですが、個人的にはこれぐらいのバランスがすごくこう溶け込みやすいかなと思うので、ぜひですねアウトドアの着こなしだとかスポーティーな着こなしが好きな方であればすごくハマると思うんですね。一方で細身のチェスターコートだとか綺麗めな大人スタイルですね、テーパードの効いた細めのボトムスだとか、そういったものを好む方には正直あんまり合いません。テーパードの強いパンツだと裾とのバランスもなかなかハマりが良くないので、やはりワイドパンツと相性がいいのがこのあたりのトレイルランシューズかなと思うので、僕もですね結構テック系の着こなしがすごく好きだったりするんですが、そういった指向性の男性にはすごくハマりがしやすいかなと思うので、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思っています。はい、続いてラスト5点目はこちらですね。もう皆さんももう知ってるスニーカーの一つかなと思うんですが、数年前からですね爆発的な人気になっているサンバですね、アディダスのサンバはやっぱり持っておくと便利なアイテムの一つかなと思います。僕もいろいろとスニーカー好きで所有をしたり買ったりしていますが、今プライベートで一番よく履くものといったらやっぱりサンバの白ですね。僕は黒バージョンも持っていて2色持っているんですが、サンバとニューバランスの990V6 と
あとはサロモンのブラックのスニーカー、この3つで回すことが一番多かったりするんですね。まあその中でもこのサンバというのはもう気軽にサクッと履けるというところではすごく使いやすいんですね。先ほどリプロダクションオブパウンドのですね、ジャーマントレーナー皆さんにご紹介しましたが、あれはちょっとドレッシーな雰囲気のジャーマントレーナーという感じですが、まあこちらのですね、サンバに関してはデザイン的には結構近しいところがあるんですが、まあアディダス特有の3本線のラインが入ってたりだとか、あとはガムソールですね、この部分も色がブラウン系なので少しカジュアルな雰囲気になるんですね。なのでセットアップで合わせることもできるんですが、やや外しの要素として使うことができたりだとか、着こなしは結構何にでも合いやすくて、ブラックのパンツにも合うし、グレー系のパンツもあるし、あとホワイトのパンツにこれ合わせても意外と合うんですね。やや中上級者向けな着こなしになるんですが、そういった使い方もできますし、オリーブ系のパンツにも合うというところで万能感があるんですよ。そして僕も結構履き倒しましたが、これくたびれてからが本領発揮ですね。正直買ったばっかりの時にはこれの何が人気なのかなっていうのがそこまでわからなかったんですが、やっぱり気兼ねなくガンガン履いていくとそれなりにくたびれ感が出てくると、まあそういった時のですね、このよりファッションとの馴染みやすさですね、ここがまあ最大の魅力でもあるかなと思います。まあぜひサンバですね、まだ人気で買いづらくはあるんですが、店頭で扱いがあるところもちょこちょこと増えていますし、買える機会もだいぶ増えてるかなと思います。一足持っておいてまず間違いのないスニーカーであるということは今年も継続して言えるかなと思うので、ぜひ皆さんにもチェックしていただきたいなと思います。まあどんな方に似合うかというと、40代後半から50代の大人世代だったらやっぱりですね、こういったサンバよりはオールスタークップだとか、そのあたりのですねプレーンなものが似合いやすいのは事実かなと思うんですが、30代の方だとか、まあ、40代前半の方でおしゃれが好きな方であれば、これぐらいのカジュアル感があった方がちょっとこなれ感は出るんですよね。コンバースのオールスタークップというのは綺麗さがあって万人受けするところではあるんですが、服が好きな方だとちょっと物足りないんですよ。まあ、そのあたりを埋めてくれるのがサンバの適度なカジュアル感かなと思うので、ぜひ皆さんも引き続きチェックをしていただければなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画では大人の男性におすすめの最新スニーカー5000というテーマでお届けをさせていただきました。まあスニーカーもですね、本当に日々いろんなものが出てくるんですが、大人が履けるようなベーシックさをある程度抑えたものというと結構範囲が狭まってくるかなと思うんですね。その中でも結構我ながらなかなかいいチョイスができたかなと思います。コンバースとサイがタッグを組んだジャックパーセルとかは本当に今すぐ買いたいぐらいの仕上がりかなと思うので、僕もですね、改めて試着をしに行きたいなと思ってるんですが、まあ、ぜひ皆さんにとってすごくしっくりくるものがあったら個人的にも嬉しいなと思いますし、まあ、今回ご紹介してる以外にもこれはなかなか大人にもおすすめですよというのがあったら、ぜひコメント欄で教えていただければなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの今日なるべくわかりやすく解説をしていきたいなと思ってるんですが、なかなか普段お伝えすることができないようなセレクトショップのオリジナルですとか、ドメスティックブランド、または2向けの専門ブランドに関しましては、僕はもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています。週に2本のオリジナルの動画とですね、それに加えて週に1本ですねライブ配信もやっています。皆さんからいただいたご質問に直接お答えする形でワイワイ楽しくやっていますので、気になる方はこちらの動画の下の概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。また普段なかなかゆっくりと動画を見る時間がない方のためにオンラインサロンというものもやっています。まあ、こちらの方ではですね、動画ではなくて文章と写真ベースでおすすめのアイテムですとかコーディネートの解説を毎日皆さんにお届けをしています。僕も記事を書いていますし、僕以外のスタイリストだとか専門家も記事を書いてくれています。また参加者の皆さんも気軽に記事をアップすることができるので、おしゃれが好きな男性が集まってワイワイ楽しめるようなコミュニティになってますので、気になる方はこちらも概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。